アメリカメジャーリーグ、ロサンゼルスエンゼルスに所属する大谷翔平選手がエンゼルスと契約の延長で合意しなかった場合、その行き先となる候補のチームは4球団あるとアメリカのメディアであるファンシデットが伝えました。2017年12月にエンゼルスと契約した大谷選手は、2018年のシーズンからメジャーでのキャリアをスタートさせ、今年でメジャー5年目を迎えます。昨シーズン大谷選手は投手として23試合に先発し、130回と3分の1イニングを投げて9勝2敗、防御率 3.18、 156奪三振を記録しました。打者としては本塁打王ランキングで3位となる46本ものホームランを打ち、日本人選手としては2007年にニューヨークヤンキースに所属していた松井秀喜選手以来のシーズン100打点を達成し、二刀流の選手として過去最高のシーズンを送りました。この大活躍により、大谷選手がエンゼルスと契約の延長をするのかどうか、そして他のチームに移籍するのかという大谷選手の去就に注目が集まっています。現在チーム側が一番望んでいるのがエンゼルスとの契約の延長でしょう。しかし大谷選手が契約の延長に応じない可能性もあります。その場合、他球団からのオファーが殺到すると見られています。ファンシデットはその中でもロサンゼルスドジャース、サンディエゴパドレス、ニューヨークヤンキース、そしてシカゴカブスを移籍先の候補として挙げています。ファンシデットによると、エンゼルスと契約する前の大谷選手はドジャースとパドレスにも興味を示していたといいます。ヤンキースは当時大谷選手との最終面談にも残ることができず、大谷選手側が興味を示さなかった球団の一つでした。しかし現在ヤンキースはアジア人選手の獲得を目指していると言われていて、その一番の候補が大谷選手だといいます。そしてチーム再建中のカブスも大谷選手に注目しており、好条件のオファーやプロジェクトで勧誘する可能性があるそうです。メジャーリーグで26年ぶりにロックアウトが行われている最中でも、ロサンゼルスエンゼルスの大谷選手をめぐる契約の問題は水面下でうごめいています。メジャー30球団のオーナーたちは2021年の12月2日午前0時に全会一致でロックアウトに突入しました。ロックアウトは旧労使協定の有効期限までに新たな労使協定が結べなかったため、1995年以来26年ぶりに実施されたのです。争点は年俸調停権の取得期間の短縮、フリーエージェントの権利の取得期間の短縮、メジャーの最低年俸の引き上げなど多岐にわたっています。メジャーの球団側と選手会側はロックアウト突入後も断続的に交渉を行ってきましたが、膠着状態は解消されず、年を越しても合意をすることができていませんでした。メジャーリーグの関係者は球団側と選手会側の溝は深くもつれている状況です。しかし双方とも今シーズンをなるべく予定通りに近い状態でスタートさせたいので、いずれは両者とも合意に達し、近いうちには交渉がまとまると思いますと話しました。ロックアウトに突入してメジャーリーグのすべての動きが凍結されたのかというと、そうではありません。大谷選手はエンゼルスでの4年目となる昨年のシーズン、投打の二刀流で世界を沸かせました。そんな大谷選手の契約をめぐる交渉は深く静かに進行しているようです。大谷選手の契約代理人であるネズ・バレロ氏は、昨年の11月10日に行われた GM 会議の時に、契約や延長については話さないというのが我々の方針だと発言し、慎重な姿勢を見せましたが、大谷選手とエンゼルスとの契約交渉が佳境を迎えていると言っても過言ではありません。というのも、大谷選手は現在エンゼルスと2年契約、今シーズンの年俸は550万ドル、約6億1000万円を結んでいて、今年がその契約最終年となり、2年後の2023年のオフにはフリーエージェントになると見られているからです。つまり、
エンゼルスは後2シーズンで大谷選手がフリーエージェントで流出してしまう危険性があるということなのです。エンゼルス側には2つの選択肢があります。1つ目は大谷選手がフリーエージェントになる前に長期の契約を結ぶということです。2つ目は大谷選手がフリーエージェントの権利を取得すると見られている2023年のオフまでにトレードに出すということです。エンゼルスが大谷選手と長期の契約をすると選択した場合、エンゼルスは5年から10年契約で平均の年俸が40億円ほど必要になると見られています。大谷選手の同僚であるトラウト選手は契約の期間が切れる2年前に12年で4億2650万ドル約473億円の契約を結びました。昨シーズンの大谷選手の成績は投手として23試合に登板して9勝2敗打者としては155試合に出場して46本のホームランを打ち打点も100を記録しました。トラウト選手との比較で見ても市場価格は年平均40億円以上となるのは確実です。一方エンゼルスが大谷選手をトレードに出すと判断した場合、今シーズン中のトレードでの移籍が視野に入ってきます。大谷選手のトレードの期限は2023年7月31日までです。大谷選手は2023年のオフにフリーエージェントの権利を取得すると見られているからです。しかしトレードの期限ギリギリだと新球団はすぐに大谷選手がフリーエージェントの権利を行使してしまうリスクがあります。そのため大谷選手がフリーエージェントの権利を取得する1年前である今年は獲得する球団側から見ても大谷選手を獲得する絶好の年とも言えるのです。エンゼルスが大谷選手と長期の契約を結ばないと判断した場合、早い段階で他球団と交渉し有利な交換条件を引き出そうとするでしょう。こうした様々な選択肢を考慮してロックアウト中ではあっても、水面下では大谷選手の代理人であるネズ・バレロ氏とエンゼルス側との話し合いが続いていると言われています。もちろん大谷選手自身の希望が最重要であることは間違いありません。昨年のシーズン中の記者会見でエンゼルスに残りたいかと聞かれた大谷選手は、ファンも好きだしチーム自体も好きなので、でもそれ以上に勝ちたいという気持ちが強いですし、プレイヤーとしてはそれの方が正しいんじゃないかと思っていますと答えました。この発言は7年連続でプレーオフ進出を逃しているエンゼルスに不満がある発言とみられて物議を醸したこともありました。ロックアウトが明けた今シーズンはナショナルリーグでも指名打者制が採用されることが決定しています。アメリカンリーグだけではなくナショナルリーグでも指名打者として出場できることは、投打の二刀流を行っている大谷選手にとってより良い条件が整うことになります。ヤンキース、レッドソックスなどアメリカンリーグのチームはもちろんのこと、ドジャース、メッツ、ジャイアンツ、ブレイブスなどのナショナルリーグの中で超大型契約を結べるだけの資金力を持ち、常に優勝争いができるチームも大谷選手の有力な移籍先になってきそうです。ロックアウトが解除された今、大谷選手の動向に再び関心が集められています。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。